チャーハン美味しそうでしたって絶対あの状態で分かんない。私さ、話したいことあるけどさ、朝だからさ話回らないかも。なんか語りたい、なんかでもね、朝だからそんな無理だと思った。チャーハン、ホットプレートでやったやつ、そうだった。なんかペッパーランチっていうのかな、あのやつかな。でも多分今もある、多分朝ごはんとかになるかも。ワンタンメンさん、ありがとうございます。ホットプレートだと火力があって、あ、火力火力火力あ、お声ができたらしゅんさん、ありがとうございます。でもね、あ、まだ残ってるけど、なんか、うん、なんで、すじのさ、なんや、初見なんかいつも朝にショールームするとき7時ぐらいに起きて自分を後悔するだけなのに、自分を後悔するだけなのに7時に起きて、もう準備に時間がかかる。夏休み明け、なんかある、夏休み明けてからすぐにあるけど、中間とかは多分まだかな、10月9月分かんないけど、多分そんなない。7時前に、あ、そうなんだよね、私も7時前に起きたけど、7時前ちゃん、あ、違う、6時からちゃんとアラームかけて、6時ちょっとしてるけど、6時、6時5分、6時10分、6時15分、5分刻みでアラーム、だからずっとアラームは流れてる状態だけど、起きれない、全然。なんか起きてもあれだ、寝ちゃうから、
刻みじゃないと起きれない。そう、私さ、本当はさ、なんかブラシかっこいいってこれ、カリバグしたやつだね。カリバグしただけのやつ。この櫛が一番いい、最近で使いやすい。なんかこれ、ね、アニメティなのかな。そろそろ返さないと怒られそうだなって思って。あ、そう、いつもの櫛だ、これ。まあそう、1分刻みならんのは多分ね、絶対5分がちょうどいいはず。5分26時36。私さ、昨日の AKB さんの MV、 あ、ちょっと待って、僕らの前のマンさんありがとうございます。でシタンさんありがとうございます。カリパークは買え、あ、これでも言うて家族内なんで大丈夫ですよ。私これ、うちメンバーから借りパクしたとはそんなわけじゃない。友達からとか。あと、私ね、押し増ししちゃったかもって思って、昨日。なんかさ、AKB のあれ見ると、MV。早く普通の MV 見たいけどね。SNS バージョンじゃなくて。そう、だから身内だから大丈夫。私もしもししたんだよね、ほんと。あの昨日の AKB の MV 見るときはそんなだったけど、あの AKB の選抜発表のあの瞬間みたいな動画見て、あ、可愛いってなった、めっちゃ。あ、そう、17期の子めっちゃ可愛いなと思って、押しまし。そう、リップグロス、あの佐藤愛ちゃんめっちゃ可愛い。あの子、こうこう、そう、キアラさんの妹さん、あの子めっちゃ可愛い。なんかもうなんかスイッチっていうか、なんか可愛いなと思って、もう一回見直した MV。 なんかめっちゃ可愛い、あの子なんか声可愛い、思ってたよりも。久しぶりにおしまししたかもしれない。どんどん私の推しが増えてく。今4人目ぐらいになっちゃった。でも4人だからまだギリセー。あの4人って みんなも4人ぐらいいるでしょ、ね、だから一緒なんだ。
今の世代の、いや言わないけど言わないけど、サザエちゃんめっちゃ可愛い。後で探ってみよう。今の推しは韓国の子と日本のアイドル2人かな、そのアイちゃん含めて。あ、4人までは楽しいなって。そういう人いるよね、なんか5人までは楽しいって言っていいけど、でも私の場合さ、別に日本人だと2人しか推しいないわけだから、完全なる楽しいだと思うけど、お前は3人私は4人けど、韓国2と日本2だから大丈夫。あ、待って、もしかしたら5人かもしれ、あ、4人かな。そう、私グループ違うんですよ、全部全部グループ違うからいける。クソ推しは、あ、確かに卒業ね。でもなんかた、箱推しの人ってさ、グッズ買うときは一押しの子に買うのかな。3人、4人、これも3人のかな。どのつもり、うん、楽しい。グループに、グループ違いはもうなんてことない、私全員違うから4人とも。オイラも楽しかったんだ、ほっとしてるな。お嫁さん枠、養成枠、育成枠って順押し枠めっちゃあるやん。僕はたん5人以上いるってことが、そういえば、でもチーム違ったら困ることはないよね。でもうん、私はその佐藤愛ちゃんが可愛いと思って押し増ししちゃったっていう。なんか可愛いよ。まあね、私はね、僕はたんおし DD ですって。あ、チームも一緒なのでたんおしじゃないです。はい、そう、サザエちゃんは私は絶対選抜入るだろうと思ってたから、この60枚目。でも16人になってさ、ちょっと人数減ったのに20人だったから、今まで7人が選抜落ちってことでしょ。あ、違う、6人か。あ、また35日出た。あ、出た。じゃあもうそろ終わろう。シブロスもっと語りたいな。私ね、めっちゃいいって思った。リップグロス。
じゃあ明日のショールームにリップグロスでも肩つきます。いや、めっちゃ話したい題だった。私めっちゃねオタクが出てしまってる。なんか語りたい欲がめっちゃ出てきた。だから明日語れるために MV お願いします。見といてください。一人で話すのもあれだからね。めっちゃいい曲。いい曲。そう、終わっちゃうの。もう15分経ったから。めっちゃね話したい。なんかさ、でも周りに AKB 好きな人多分そんなにないから、なんか AKB さ なんか好きな人はいても、なんか誰が好きか分かんないから。レアちゃんとか好きだな。でもメール言ってたもん、なんかリップグロスがなんちゃらこんちゃら。片手見よう今度。こう、一緒にリアルタイムでも MV ながら。でもね、早く普通の、SNS バージョンじゃない方の MV も欲しいの。知らない人いた。AKB ソシングル出したんだよ。60枚目元カレの次のやつ。じゃあランキング上げます。本店名、いや私もね最近まで知らなかったの。でも私もね分かんなかったけど、最近なんかAKB さんの夏歌、昔夏歌多分見たらハマる。みんな可愛いから、みんな可愛いから。はい、じゃあランキングも13位ブタブタさんありがとうございます。12位そのっぴさんありがとうございます。11位ひろたんさんありがとうございます。10位ねわれさんありがとうございます。9位バイケンさんありがとうございます。8位キスノートさんありがとうございます。7位おともちゃんさんありがとうございます。6位セッキーさんありがとうございます。5位リカさんありがとうございます。4位フェスさんありがとうございます。3位ミルンクラゲさんありがとうございます。2位タラの魚、魚さんありがとうございます。1位ワンタンメンさんありがとうございます。そうスマホ画面みたいな MV なの。 SNS バーって書いてるからきっと。そう、私の久しぶりに語りたい欲が出てきて、リップグロス。じゃあ終わります。さよなら。さよなら。また明日。